まずこの病院移転問題に関して述べさせていただきます。この病院移転問題に関してましては、私は3つ大きな問題があると考えています。1つ目は、現状でも赤字が人工島に移転した場合にさらに増える恐れがあります。2つ目は、現在小児科の拠点病院は九大病院、福大病院、子ども病院と3つあるんですが、この病院がアイランドシティに移転した場合に、この福岡市全体のバランスが崩れてしまうということがあります。3つ目は、人工島へのアクセスは橋のみですので、この橋が大きなダメージを受けた場合に非常に患者の子どもさんたちの救出が困難になる恐れがあるということです。この3つを大変危惧しております。さらに言うと、人工島に移転する際に、人工島に移転することを決定する際の資料を福岡市は見積もりを 1.5 倍にして提出して、その結果市議会が決定した経緯がございます。この経緯に関しまして、福岡市は非常に説明が不十分である、いわゆる情報公開の不徹底があると思います。私が市長になりました際は、こういった情報公開に関して非常に徹底して行いたいと思っております。さらに財政状況に関して申し上げます。吉田市政の4年間を通じまして、市政を削減するという非常に評価が上がっております。ただ私といたしましては、この削減内容に関して非常に不満を持っております。一つ例を挙げますと、図書館の司書の問題があります。いわゆる図書館の司書の経費を削減するという、将来の子どもに対する教育費を考えた結果なのかと、それを非常に危惧しております。やはり将来の子どもに対する手当を十分する、もしくは子育てをしやすい環境を揃える、そういったことに十分な費用をかけたいと考えています。